おはようございます。茂木耕作みそら研究所朝礼、今日は令和5年2月9日でございます。砂塚森忠さん、おはようございます。森本あかねさん、全くん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。ナイスランです。そしてなんだあの大喜利はレゴなんですか、あれは。ちょっと焦点が合ってないんですけどっていう、焦点合わせてくれよまあでも面白かったな。画数を減らしたいとか、文章を短くしたいを突き詰めると画数も減らしたくなるんですか。全部ひらがなってなると、それはそれで画数増えちゃうし、文字数が増えちゃうか。文字数を増やすか、画数を減らすかとかね。なるほど、面白いですね。まあ結局まあまあの文章だと思いましたけど面白かったですね。寺井修華さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。小山愛さん、おはようございます今朝は清水さんの大喜利、皆さんどうですか。あれ大喜利のつもりなのかな。あの、いや俺は大喜利だという文脈で受け取ったんですけど、合ってましたかねなんかこう何とも言えないレゴのブロック2つか3つですよね、あれね。何とも言えない形ですよね。で、何かに見えたら満足ですとしか言ってないから、さあ何でしょうと煽られてるわけでもなく、いやこれはでも清水さんなりの大喜利やってねっていうことかなと思って、お答えしたんですが、いかがだったでしょうかあんな面白いな。いやまあでも想像力無限大って言っていただいたんで、まあ僕もあの、そうですね、満足ですね何かに見えれば満足ですっていうレゴに対してこれで伝わんのかなっていうあの解消したんですけど、あの想像力無限大で返していただいたんで、あの満足ですいいですね。なんか誰も傷つかず満足だけがお互いにね残ったという見事ないやどうでもいいんだけどな、どうでもいいものから満足が生まれるというですね、あのいいやり取りだったんじゃないでしょうか、はい、今朝もね5キロ走られたということでお疲れ様でございます。まあ見事な肺活量を維持されてね、いろいろお聞きしているとお仕事大変そうですけど、なかなかの規模ですね。僕ちょっと知らなかったんですけど、なんだ鳥インフルの処分とか対応とか、やっぱまあ、清水さんはね、あの水産試験場なんで直接じゃないのかもしれないです、間接的な対応なのかもしれないですけど、まあ、直接的にね養鶏農家さんとかはまあまさしく身を切る思いでしょうから、いや全然知らなかったな。なんかいつからなんですかね、もうだいぶ発生から経っているということなんですかね。さすがに何ですかね、致死率が高いだけその、まあ、危険でもあるけれども広がらないっていうね、まあ、これウイルスの面白いところですよね。強毒性すぎて、そうするとまあかかってしまうとかなりの確率で半分とか3人に1人とかそういう確率でなんかみたいな、まあ超強毒性のね、怖いウイルスっていうのはなんだエボラとかね
なんかそれはそれでめちゃくちゃ恐怖心あるんだけど、でもその分強すぎて広がらないので、まあ初動の対処さえちゃんと、なされれば、まあ逆に広がる恐怖みたいのはないわけですよね。で、弱毒でほとんどの人がまあ亡くならないし重症かもしれないみたいな、まあまさしくね、そのまあそれが何ですかね、どの辺だったらちょうどよく受け入れられるのか分かりませんけど、まあでもいわゆる知らない方が良かったのことなのかなって思うのは、普通の誰もがね、かつて、まあ、こういうね混乱の中に行く前に引いていた風邪のウイルスがいろいろあるわけじゃないですか。なんだろう、まあ結構古くは僕もなったことあるけど、 O157 とか、まあ強烈にね、なんていうか、かかっちゃったらわーってなるからね、まあなんだ RSV ウイルスとか、なんだ一度はみんなこれかかるよねっていう、まあインフルもそうでしょうけど、そうですね、あれはなんだろうな、致死率は確かにまあ0.1%とか、そんぐらいなのかもしれんけど、まあその分だけめちゃくちゃ広がっちゃうから、それはそれで本当は何だろうな、目に見えていたら怖いはずなんですよね。すごく今広がっていますよと、広がりのスピードがこうですよみたいなことが、まあ何だろうな、ある種ちゃんと検査して可視化されて、何人今何人今何人って追いかけていったら、ある意味ね、大腸菌から始まって、まあいろんなばい菌で人は具合悪くなったり、増えすぎたらね当然具合悪くなるし、でちょっと具合悪くなっただけで一気に重篤化してしまうとか亡くなってしまうとかっていうのは、まあベースのね免疫状態が低ければそれも当然起こるわけで、一定の確率で、まあ絶対ゼロリスクっていうのはどんな菌だろうとどんなウイルスだろうとなくて、まあだから弱毒性だってね、本当はちゃんと可視化されていたらある意味怖いのかもしれないですけどね。まあなんか怖いって何なんだろうなっていうのもね、ちょっと何を怖いと思うのかとかっていうのもとね、まあ結構考える時間があったし、考えるテーマにはなりそうかなとも思ったりしたかな。まあこんなことを話すつもりではなかったんですけど なんかその鳥インフル対応っていうのが、茨城千葉の方なんですか、茨城なのかな、茨城だけなんですかね。なんか僕もたまたま Facebook でつながってる、まあ、知り合いとまではいかないんですけど、まあ、議員さんの方で、まあ、今こういう対処してますっていうのが投稿上がってたんで、それ見て、確かにそういえばなと思って、強毒性のものだとこういうふうになるんだなと、その全国的なニュースには僕は多分正直なってないと思うんですけど、でもそのごくごく限られた現場はものすごく緊張感があって、まあ、危機感もあり、なんだったら死と隣り合わせぐらいのことになるわけですよね。まあ半径何キロ以内なのか分からないけど、ものすごく狭い範囲でもう緊張感が上がるみたいな、そういうこともあるっていうのをね、まあ投稿で目にしただけなんですけど、まあそれにね、現場をちょっと想像した時に、なんですかね、その現場の恐怖感というか緊張感っていうレベルじゃないと思うんですよね、恐怖感だと思うんですよね。まあそれと
同じではない別な恐怖感っていうのも世の中には存在してるのを僕ら3年間経験してきたわけですけど、なんかまあ全然異質の恐怖感ですよね。もうちょっとこう漠然とした不安に近い恐怖感ですかね。なんかそれってどう違うのかなっていうのはちょっと思ったりしました。はい、まあちょっと落差が大きかったな。どうでもいい大喜利の話と緊張感と恐怖感についての話だったんですけど、ちょっとね、昨日ユージンさんと最後ちょっとギリギリやり取りが途切れてしまったんですけど、リアクションの研究したいよねみたいな話をしてて、まあ、リアクション芸人さんとか出川さんとかねいらっしゃるじゃないですか多分出川哲朗さんは、まあ、プロとしてなんかめちゃくちゃ研究してると思うんだよね。いや聞いたことないし、どんな技使ってるとか分析したことないですけど、おそらくですけど、まああれだけ長い時間この厳しい芸能界にあってね、生き残るだけではなくて、なんでしょう、そのなんだったら人気増してるくらいじゃないですかわかんないけど、だって僕らが子供の頃からずっとテレビ出続けてて、でなんだろうな、なんかそのキャラを進化させたとかさ、こんな技増やしたとかそういうこと全然してないのに、今も昔も変わらずね、出川さんといえばあの感じっていういじられキャラのポジションをこうどんどんものにしてですねリアクション芸人としてですねいやリアクション芸人みたいな言葉すらもうない頃からずっとそうだったわけですけど、でじゃあ素であのままずっといけんのかって言ったら、多分ねめちゃくちゃ研究されてんだろうなともうちょっと思ったりするんだよね。なんか本人はそんな研究してるとかされこういう技があるみたいなことを言われたくないでしょうけどなんか僕にはね納得できないんですよ。ただの素でただの天然のリアクションであんなに素晴らしいリアクションができるなんてことは納得いかないんですなぜなら僕はものすごく後天的に自分のリアクションを作っているので、そうだからユージンさんにね昨日リアクション研究の話でちょっとなんだろうな、でもリアクション研究ってもどうやったらいいのかよくわかんないですけど、まあ、ちょっと僕何を自分がやってるのかっていうのをそういえばあんまりちゃんと把握してなかったなと思ったんですよ。自分はこういうリアクションを取っているということ自体を思ったより把握してないもんだなと思って、で友人さんとのやり取りの時に初めてそういえば俺こういう口癖自分で使ってるなと、例えばなるほどみたいなことを言ってる時ってまあよく使うっていうのは分かってるんだけど、どういうシチュエーションになってどの条件が満たされたらなるほどを発動させるのかみたいなことですね。なんかその時話の流れで、まあ、僕は自然になるほどと思っているからなるほどって言うんだけど、多分何かしらのこう条件を超えた時だと思うんですよね。それがね何なのかなっていうね、思ったよりうまく説明できなくて、これはだから自分を知るという意味では余白、まだ余白として残ってたってことだなって。でなるほどっていう言葉と同時に、まあ、言葉は返し返事応答と称するんだけど、だいたい体全体の動きを伴っているから、なるほどのキーワードはだいたいリアクションを象徴してるみたいなことだと思ったんで、まずは取っかかりとして例に挙げたんですけど、なるほどは
その前に、多分そのうなずいて聞いてるっていう時間が必要なんですよね。でうなずいて目を合わせて聞いてて、よほど観察して、ほとんどの部分について納得しながら、最後相手話してるお相手がですね、で結論を言ったっていう、だからこうだったんですよっていうね、その結論を言った節目のところで発動するんだろうな。だからそのなるほどの前には結構な蓄積が条件として必要で、まあ相手に対して関心を持ってなかったらなるほどは絶対発動しないし、観察して、観察しながら聞いてないと入ってこないっていうか、気持ち的にそんな感じかな。観察しながら聞いてて、ああなんか本当に、一生懸命やってそういう風に感じて、そういうことが起こったんだなみたいなことを説明の言葉の説明の文章そのままではあまり受け取れきれないことであっても、その人の立ち振る舞いとか声のトーンとか一生懸命さとか何としても言いたいみたいな感じが積み立てられているから、それをなんかこうザバーっとこうだったんですよって最後結論言った時に受け取れる受け取れましたよっていうなんかレシートですね、受け取りましたっていうレシートとしてなるほどを返してるというですね、その感じなんでしょうね。まあ、これは僕の中では多分自分で一番自覚できている自分のリアクションの部分なのかなと思ったりしたんですけど、でルーツはあるのかと、まあ、後天的って言ったからにはなんかルーツがあるのかなと思い返したんですけど、なるほど自体を誰かからパクってそうしようみたいな感じじゃない、まあ、あるか、キングコングの西野亮廣はいつもそう聞いてるなっていう、それはあるかな。それは多分意図的にパクってというよりはずっと聞いてたら自然に入ってきちゃったっていうことかもしれないですね。キングコング西野の MC ぶりは相当影響を与えてると思いますね。でもっと前でいくと僕は多分大学時代に基本的にいろんなことがデビューしているというか、その才能の開花という意味ではやっと喋れるようになったのが大学生になってからなんで、でなんか喋りで会話で対話して往復があって、それで盛り上がっててなんか満足感が増えるとか、理解が深まるとか、なんだろうな、そういう楽しさをこう加速度的に吸収していく時期が、ね、20代前半ぐらいにあったわけですけど、あの時にハマっていったものが水曜どうでしょうっていう北海道ローカルの番組で、これをユージンさんにになんていうか分かってもらえると思うところだと思うんですけど、まあ大泉洋さん自体はねもうす今や完全に全国区という完全に全国区なんていうレベルの話じゃないですね。もうそんな時期は完全に通り過ぎて、もうなんだろうな、日本の中の代表的な俳優さんの一角に入ってると思うんですけど、いろんな映画も出てらっしゃいますし、映画に大泉洋が出てるから見に行くみたいなことも僕だけじゃないと思うんですよね。まあ本当に見事な演技もそうですけど、演技臭くないキャラをあのまま維持するんやみたいな、そのどの映画行ってもさ、大泉洋のキャラのまんまだったらだいぶこの映画のストーリー合わないんじゃないかみたいなことも結局合っているし、キャラも変えていないっていうまんま、お見事な演技というなんていうかこういう人いるんだなみたいなね、
まあ、だから僕はその大学デビューの時に、まだ全国に売り出されていないような「水曜どうでしょう」での大泉洋さんの、まだ彼はその僕と同い年ぐらいで、ちょっと先輩ぐらいなのかな、その北海道の北海学園大学の大学生で、同じ大学生ぐらいだったと思うんですよね。で、なんかその まあ彼がそのリアクション芸だったと思うんですよ、当時ね。で、ディレクターさんと鈴井さんと、まあ、3人、嬉野 D も入れて4人か、3、4人ぐらいしかいない、その超なんていうの、省エネ番組みたいなさ、最低予算でどこまで面白くできるかみたいな番組だったわけですけど、まあ、あれが何でしょうね、今の僕のやってることって結構ルーツになってんだろうなと思うんですよね。一人で iPhone のカメラ立てて、ただ喋ってる、グダグダ喋ってるみたいなのとか、まあたまたま一人誰か付き合ってくれる人がいて、喋り相手になってくれて、でその人となんか会話の、どうでもいい会話の応酬からリアクションでちょっとずつ膨らませて、なんか何かしらアハ体験だったり驚きだったり気づきだったり、そういうところに持ってくことができるって、まあ今僕がこう、なんていうか、いろんなオンライン上のやり取りで信じれているっていうか、まあ例えばこの間小山さんと出汁の話とか、1時間半ぐらいでしたか、やりましたけど、例えばお手作のオンラインコンサルみたいなコーナー作って、どんなお題でもぶつけてくれればずっと話しきって、それなりに面白く聞けるし、まあ、相談してくださった方にそれなりのものをお返しできるっていう、割と、なんだろうな、自信があるっていうか、それはなんか僕ができるっていうことじゃなくて、そういうことは起こるものであるっていう感じで信じてるんですよね。2人でじっくり喋れば、で片っぽがちゃんとテーマを持ってて聞いてほしいことがあるんだったら、ずっとちゃんとまっすぐキャッチしていれば、でキャッチボールずっと続けているうちに、必ずお互いにとってなんか価値のある何かしらの気づきやきっかけだったり、次のアクションを起こさせる計画だったり、まあ、あ、これやってよかったわっていう時間に必ずできるっていう確信があるんですよ。で、それは、なんだろうな、僕が自分の経験上そういうふうにやってきたからっていうことによる自信ではないと思うんだよね。どっちかっていうと、水曜どうでしょう見ているからだと思うんだよな。あそこに確信を得てるからだと思うんですよね。あれをやりたい、やって生きていたいっていう感じかもしれないです。だってあの人たちは大人4人で、公共の電波に乗せちゃうのに、あれほどどうでもいいやり取りで、ただのこうリアクションで増やしていくという、なんていうの、ね、それだけで間違いなく必ず最後には価値を生み出すっていう。まあそれは笑いだったり、こいつら何やってんだよっていうオチかもしれないし、まあ言ってることが意外とハッとするねっていうことも言ってたりするじゃないですか。だから、なんていうか、お互いちゃんと信頼しきって、まっすぐなリアクションを返し合うっていうのは、すごいこう、なんていうか、効率がいいっていうか、物が生まれやすいとか価値が生まれやすいっていうことなんだろうなと思って、そこに対するこう確信があるんで、まああれを真似ようとは思ってないんですけども、なんかああいう場に行けば、ああいう状態になれば、なんていうか、どういう人と出会っても、
まあ自分がそのね、いろんなコンディションありますよ、上がったり下がったりこっちもねありますけど、どういう状態であっても必ずその対話の中で価値が生まれるっていう確信はブレたことがないっていうね。そうすると自然にまあその価値が生まれるためのまあ増幅していく対話のこう加速させたり、その価値を生むためのこう仕掛けだったり、一つ一つのリアクションがどんな意味があるかあんまり考えてないんだけど、リアクションを繰り返していけば、お互いリアクションを繰り返していけば、でお互いの対話があの乗るように、あの何度も打ち返せば、いろんな角度から打てば、最後には面白くなるっていう、そのためのパーツとして僕がリアクションを取っているんだと思うんですよね。だから、まあ、自分が喋ること話すことで頭で考えて意識的にやっていること、選んでいる言葉だけじゃなくて、まあ、どういう表情になるかとか、まあ、どういう身振り手振りとか、あのうなずき、まあ、体の動きとか目を合わせる時間とか距離を置く時間とか間を取る時間とか、まあ、いろいろリアクションの要素ってあるんだと思うんですけど、それにどういう技を使ってるとか技術があるとかそういうことではなくて、多分結果リアクションができている、その結果リアクションができているっていうのの元は、そもそもこう対話していれば必ず価値は生まれるという確信をの水曜どうでしょうにルーツを持って得ているからっていうね、多分そんな感じじゃねえかな。あのまあ大泉洋にならなくても全然大丈夫だし、藤村 D に憧れた時期もあるけども、あんな風にうまく触れなくたっていいと思う。ただあの状態に人間を置いておけば、複数の人間をあの状況に持っていけば、あのその人一人一人の技術が高くても低くてもあんまり関係ないんじゃないかなっていう。あ、友人さんおはようございます。友人さんのリアクション研究についてのテーマをね、今日は先ほど来10分ほどお話しておりますが、あの水曜どうでしょうにルーツを持って、私のリアクションが成立しているようであるという結論に今至ったところです。まあ今日はちょっとね、毎回友人さんと入れ違いになってしまうんですが、ここで終わりますけど、まあまとめますとまとめられないんだけど、まあまず直近のキーワードとして僕はなるほどっていうのがキーワードになってるなって、あのユージさんとのコメント欄の開始でなるほどを使ってるなって、まあまずメタ認知して、あれが何なのかっていうことをちょっと思い返すと、あれはあのキングコングの西野亮廣の MC ぶりをずっと聞いていたから、あの自然に映って染みついたんだなっていうことですね。でそのなるほどがあの僕の言葉として発動するには何か条件があるらしくて、なるほどの前に積み立てられたものが必要であると。でどんなものが積み立てられないと条件として発動、なるほどが発動しないかっていうと、まあ相手の聞いてるお相手の話をなんていうのかな、すごくうなずいてよく観察しながら聞いているっていう状態が、まあ歩いてこうずっと積み上がっていかないとなるほどに至らないよねっていう。ってことは、まあうなずくっていうのを繰り返してる時点でリアクションだし、目を見てすごくよく観察してみたいな、あの言葉を聞くだけじゃなくて、耳で言葉を聞くだけじゃなくて、表情から声のトーンから間から何から、多分すげえ目でよく見てる気がしますね。
でそれって結局非言語の僕のリアクションとして相手には届いてると思うんですけど、まあ、そんなこんなでこう相手が言ってることがこうどん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 積み上がってきて、まあ途中、例えばよくわからないとか、輪郭が見えないこととか含まれていたとしても、まあ、最後相手が「だからこうだったんですよ」っていう何かしらの結論めいたことを言った時に「なるほど」が発動するというですね、まあ、そういう方程式になってるっていう 感じですね っていうね、まあ、なんか直近の僕の「なるほど」っていう口癖に対してはそんな感じだなというのが、まあ、チップスというか。自分なりのメタ認知なんですけど、まあ、それの前に、もうちょっと遡って、リアクションといえばリアクション芸人の出川さんですよねって話もちょっとしたんだけど 僕はでも出川さんのリアクションと全く別次元のことを僕とか、まあ普通の人がやってるリアクションって、ああいうプロのリアクション芸人さんがやってるリアクションとは多分全く別のことなんだろうなと。分類して考えてるんだけど、まあ、僕の場合ルーツをこう辿ってったら、まあ大学デビューだった時に大学生になってやっとこう人と喋れるようになったっていう話をして、でその当時人と喋れるようになる上でこう会話をこうすればいいんだっていうののお手本としていたのが「水曜どうでしょう」の大泉洋と藤村莉だったっていうね そんな話です なんかそこから自分で全くこれどう落ちるのか全く見えないまま瞑想して10分間喋った挙句、リアクションをしようとしてるんじゃないなと、水曜どうでしょうのようなあの感じの場に大人がどうでもいいことを話しているっていう、でお互い信頼しちゃってるっていう状態になりさえすれば自然に生まれるのがリアクションであって なんかこういうふうに返せば盛り上がるよねっていうハウツー的な話を僕がしたいわけじゃないし、しているわけでもないなっていう、そんな感じのことを言った気がします。はい、まとまったかな はい、ということで診療所オープン前のお掃除いってらっしゃいませ 僕もね今日これから部屋掃除をしたいと思います。そして皆様、他の後で見られる皆様もですね、今日一日良き一日をお過ごしくださいませ。じゃあね リアクション研究割と面白そうですね。またまだまだ奥深そうでございます。ユージンさん、ありがとうございます。